皆さんこんにちは、あやくふるです。今日はクリスマスだけでなく冬のギフトにぴったりのラッピングを3つご紹介します。まず1つ目をやっていきます。リボンの蝶結びの大きさになるように輪っかを作って、それ以外を縦方向に巻いていきます。クロスしたところを十字に左側にリボンを持っていきます。表裏のあるリボンの場合は表が上に来るように注意してください。左側をぐるっと一周回しかけます。さっきの交差したところまで来たら、右の余ってるリボンを右上から左下に来るようにこのように通します。リボンがたるまないようにぎゅっと締めます。左側に余ってるリボンで輪っかを作ります。上から1回回しかけて、表裏のあるリボンの時はもう1回回しかけます。2回目に回しかけたリボンを輪っかの間から通して向こうに出します。すると表裏のあるリボンでも両方とも表に出ます。さらにもう一つコツです。このようにしてギュッと上下に引っ張るとふんわりとしたリボンが完成します。形を整えればリボンの完成です。このやり方をすればできるだけリボンの無駄を少なくすることができます。ここからは応用編です。ダイソーで4本100円のフォークをこのように一生懸命曲げます。このように一生懸命こうやって曲げていきます。だいたいこれぐらいまで曲がったらもう刺していきます。このリボンの真ん中のところにスッと刺します。メッセージカードを書きます。今回は星型の紙にメッセージを書きました。書けたメッセージをフォークに刺して完成です。立体的なラッピングができました。続きまして2つ目のラッピングです。2つ目のラッピングには毛糸を使います。今回は白い毛糸ですが何色でも大丈夫です。ラッピングの箱にぐるぐるぐるっと巻いていきます。端っこを切ったら結ばずに中に隠しちゃいます。このままでも可愛いですが、今回は松ぼっくりも使いたいと思います。松ぼっくりの先はグルーガンで針金を留めておきます。このように回して針金で固定します。ぐるぐるっと巻きつける感じになります。松ぼっくりは売ってるものでもいいですし、もちろんお庭とかに落ちてるものでも構いません。今回は2つ使いたいと思います。留め方は自由ですが、今回はちょっとひねってみました。こんな感じで松ぼっくりと毛糸のラッピングの完成です。続いて3つ目です。3つ目は毛糸でポンポンを作りたいと思います。今回はダイソーの仕切り板があったので間1本切り取ってこんな感じで巻きつけていますが、指でも構わないです。ぐるぐるぐるっと毛糸をこのように巻きつけていきます。だいたい真ん中を通るように別の糸でこのように留めていきます。この時にできるだけギュッとギュッと留めるようにしてください。仕切り板から外します。輪っかになっている部分を切っていきます。ザクザクっと一周全部切ってしまいます。一周切れたら今度は毛並みを整えていきます。こんな感じに丸に近くなるようにチョキチョキっと切ります。今回緑も作りました。同じように作って毛を整えていきます。箱に貼ります。糊でそのまま貼ってもいいですし、今回私がやってるみたいに紐を残して紐を留めてもいいです。不要な部分を切ってポンポンラッピングの完成です。冬にぴったりのラッピング3種類いかがだったでしょうか。どれが好きだったかコメント欄へのコメントお待ちしてます。あやくふるでした。バイバーイ。